その人の御事は他地の人にも知らせず、馬子の貸し付くべきゆえあるとぞ言いなしければ、人に見せず限りなく貸し付き聞こえるほどににわかにうせぬれば、哀れに心細くてただ今日のいでたちをすれど、この小児の中足かりける国の人を多くなどして、戸ざま高ざまにおじはばかりて、我にもあらで年をすぐすに、この君ねびととの、あ、この君ねび整いたもうままに、母君よりも勝りて清らに、父弟の筋さえ加わればにや、しなたこう美しげなり、心ばせ大どかにあらまほしゅうものしたもう、聞きついつつ、衰たる田舎人ども、心かけ消息がる意図多かり、優しく目覚ましく覚えれば、誰も誰も聞き入れず、形などはさてもありぬべけれど、意味じき方はのあれはあれば、人にも見せて、見せで、あまりなして、我が世の限りはもたらんと言い散らしたれば、ご勝利の孫は、方は何あなる、方は何あんなる、当たらものをと思う、言う。聞くも優しく、いかさまにして都にいて立てまつりて、父弟に知らせ立てまつらん、いときなきほどを、いと老たしと思い聞こえたまえりしかば、さりとも愚かには思い捨て、聞こえたまわじ、など言い嘆くほど、仏神に願を立ててなん念じける。ね、この小児の子供たちとしては、あ、ごめんなさい、その方のお子、つまり今は内大臣になっていられる方のお子だということは、館の者たちにも知らせないで、ただこの人は馬子の貸し付くべき給与あると、大事にかけて育てなければならない理由のある孫なんだ、そんなふうに言いなして、あったからして人にも会わせないで、この上なく大事に養育しているうちに、主人がにわかに亡くなってしまったからして、乳母たちはしみじみと心細くって、ただ都へ出発することばかりを考えているけれど、この小児がこの世にいたとき、仲の悪かったこのつくしの国の人たちがたくさんいたりして、まあこういうところあんまり、都から来た小児ですから、太宰の祖地第二小児、かなり重い役を役目を負っているわけですけれども、土地の役人たち、土地の豪族たちを懐柔するような、手なずけるような手腕はなかったわけでしょうね。で敵視するものが多かった、あるいはそれほど清廉であったということかもしれませんが、それで戸ざま高ざまにおじはばかりて、そのことにつけてあれこれと遺族たちは
恐れはばかって、我にもあらで、つまり都へ早く帰りたいという思いはひたすらなんだけれども、どうにもそれが思いに任せられなくって、で我にもない気持ちで年を過ごしているうちに、肝心のこの姫君は次第に成長せられて、姿形が整っていらっしゃるにつけて、母君の夕顔の君よりもさらに勝ってすがすがしい美しさで、さっぱりとした美しさで、さらに父の弟の筋さえお加わりになったのだろうか、父君の血筋さえお加わりになったのだろうか、品がよく誠に美しげなご様子である。理想的な姫君に育っているわけですね。そのお気持ちはおおらかで、あらまほしゅうものしたも理想的な様子でいらっしゃる。あらまほしっていうのは、こんなに会っていただきたいという、その理想通りの様子でいらっしゃる。聞きついつつ、そういう姫君ですから、できるだけこう真相に置いてあるわけですけれども、様子を聞き伝え聞き伝えして、聞きついつつ、聞き伝え聞き伝えして、公職めいた田舎人どもが思いをかけ、消息がる、消息がるっていうのは、消息をするっていうのは、知識のある教養のある者が頼りをすること、手紙をやり取りすることで、非常にこう文化的なことなんですが、その消息がるっていうのは、田舎人が、そんな教養のない田舎人が真似をする、消息の真似をするというふうな言い方なんですね。ちょっと軽蔑した言い方なんです。公職めいた田舎人どもが、思いをかけて文をやる、真似事をする、本来は風雅な文のやり取りをするわけですが、その真似事をするというふうな言い方、真似事をするものが多かった、大層多かった。優しく目覚ましく覚えれば、そのことがぞっとするほど目障りで、許しがたいことに思われたから、誰も誰も聞き入れず、誰も返事などはしない。
あ、ごめんなさい、聞き入れずはですね、その消息見えたものを姫のそばにいる誰もお耳に入れない、姫にはお耳に入れない、形などはさてもありぬべけれど、忌み時期かたわのあれば、人には店で甘になして我が世の限りはもたらん。まあ、苦心の後にこんなことを乳母は答えるようになったわけですよね。姿形などはまあ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 でしょうけれども、実はひどい片輪な点がありますからして、忌み時期方のあれば、忌み時期方輪のあれば、ひどい不具なところがありますからして、型はっていうのはね、完全なものに対して欠けている点、不完全な点あるのが型はですが、ひどい不具な点がありますからして、他人にも合わせないで、あまりなして、私が生きている限りは こうして養っていこうと思いますと人々に言い散らしたからして、それで世間では、あの亡き小児の孫は実は片輪なところがあるんだそうだ、新しいものをと人々が言うようになった。そういう噂を聞くにつけても、乳母はぞっとして、聞くも優しく、耳にするだけでもぞっとして、いかさまにして都にいたたてまつりて、父をおとどに知らせたてまつらん、なんとかして早く都へお連れ申し上げて、そしてあの父のおとどにお知らせ申し上げよう、いときなきほどおいとろうたしと思い聞こえたまえりしかば、さりとも愚かには思い捨て聞こえたまわじ。まだこの姫君が幼くいらっしゃるとき、大層かわいいものとして大事にかけて思い遊ばしていたからして、こんなふうになっても決して愚かにはお思い捨てなさることはあるまい、などといい嘆くうちに、そんなふうに言ってため息づいているうちに、仏に一方では仏に願を立ててお祈りなどをしておった、仏神神仏に願をかけて、たびたび言うように願をかけるっていうのは、ね、神や仏にこのことをどうぞお聞き届けくださいまし、お聞きくださいましたならば、これだけのお礼はお勤め申しますというふうに言って願いのほどを申し述べることですね。それが願を断つというわけです。それからそれが聞き入れられると
がんをほどくとかがんを解くとか言ってがんばたしのお勤めをまたするわけです。それががんを断つということなんです。つまり神や仏との間に誓いを立てることですね。誓いを立てて願うことです。